安全運転が好きな方用、いつかはハリアー、良い車です。ずっとハリアーのエンブレムに憧れていました。このような具象物のオリジナルエンブレムを持つのはトヨタの中でもセンチュリーの鳳凰、クラウンの王冠、そしてハリアーの鷹ぐらいではないだろうか。まあ詳しくはわからないが、トヨタの力の入れようを感じるし、レクサスより特別感を感じてしまう。購入後そろそろ1年になる。走行距離約6000キロ、とても気に入っている。車の評価は走行環境と道路交通法を守って行うべきである。日本の高速道路は最高速100キロ、実際には80キロのところの方が多いかもしれない。一般道では国道でさえ40キロのところがたくさんある現状を踏まえ、安全運転の視点を大事にレビューしたい。エクステリア、私にはちょうどいい。ホイールベースの全体比率は紛れもなく国内限定仕様。ちょっと不格好ではあるが、国内によく合うタイトな道を走るにはいい。インテリア、長距離運転しても飽きないと思う。エンジン性能、燃費はいい方だと思う。とても静か。走行性能、日本の有料道路のようなアップダウンのある道路では上りに差し掛かるとスピードダウンし、ノーマルモードでもかなり踏み込まないとならないこともある。ただ何せ高速といってもせいぜい最高速100キロの世界であり、私などは安全運転できていいと思っているし、今後2017年以降110キロや120キロになっても十分対応できるレベル。煽られると困るという意見を言う方がいられるが、煽る方が悪いのであり、そんなのに付き合う必要も合わせる必要もない。レーダークルコンはさらに精度を上げてほしい。乗り心地、助手席の妻も後席の娘も大満足の様子。全車ラブ4の乗り心地とはそもそも方向性が違う。運転していても楽。路面の出っ張りもうねりもほとんど気にならない。燃費、満タン砲とインフォメーションディスプレイの燃費表示に隔たりがある。どっちがごまかしているのか知らないが問題だ。エアコンを使わなければ今のところ満タン砲でリッター12から13キロ使った場合10キロ前後。価格、この出来から考えるとつい納得してしまう。その他 4WD の表示は絶対すべき。急な天候の変化により極度のウェットや降雪になった時、前方を走行している車が 4WD なのか 2WD なのかは後続ドライバーにとって重要な走行指標になってくる。まともな自動車メーカーならわかるはずである。ただハリアーの 4WD は性能的な面ではクエスチョンマークがつく。ハリアーの 4WD 性能は 2WD 並みという認識をメーカーが持っていて表示しないのかどうかは情報開示不足で定かではないが、スピード違反が好きな方には向かない車かもしれないが、安全運転が好きな方にはとても良い車。私は大好きである。